いよいよ封印の扉が開きますね。これで万獣がこちらの手駒になるわけか。そう、復讐の時が来たということだ。静かにしろ、春雷の気が散る。おめでとうございます。いよいよ長城の復興ですね。獣王様のもと、獣王様、ダッキ様の志を受け継ぐのだ。私は春雷と絶流霊に向かう。そこで我らが盟主をお迎えするのだ。お前たちは万獣王を呼ぶ用意をしておけ。わかってるさ、生贄だろう。久しぶりに暴れさせてもらおう。我ら、偉大なる九龍のために。偉大なる九龍のために。
もうすぐ出口だ。なんかワクワクするぜ。シガー、この先は禁じられた場所だぞ。長老にバレたらまずいんじゃないか。相変わらず頭かってえな。ここまで来て帰れるかよ。おじいにバレるわけねえって。わかったよ。でも俺はこれより先には行かないからな。なんだありゃ。女の子だ。女の子が光ってる。そんなバカな。おいシガ、聞いてるのか。分かってる。ちょっと待ってろ。よかった。生きてる。違う。化け物だ。そうだな。なかった。何なんだあの化け物。あんなのがいるんじゃ安心して狩りもできないな。それよりこの子どうする。静かに。また何か聞こえる。やばい、まだいるみたいだ。ともかく村に連れて行こう。長老に知らせなきゃ。